だから黒い T シャツなんか着てこもんなら塩まみれになってるっていう、今も実はそうなんですけど、とてもこれ人に見せれんない、めちゃめちゃ汚いじゃんって。だからこんだけ今塩分がね体外に出てってますから、その分取らないとね、やっぱり体の調子がおかしくなる。だから塩は持ってってますよ、まあ、塩分含んだタブレットみたいのは時々食べてますけど、まあそれよりもダイレクトにね塩舐めた方が早いってなるんで、塩は持ってます。今日もね舐めました。でミネラルバランス崩れるとね、やっぱり足つったりしてくるし、今日は釣りそうで釣らんな。意外とねこの筋肉疲労だとね釣りそうな予感がするんですけど、なんとかまだ釣ってないね。釣るとね、まあ、クソ痛いのと、あと困っちゃう、自転車漕ぐのにね、もう恐る恐る漕がなくちゃいけなくなるから。さあ今どの辺りまで来た。割と今スムーズに来てますね。行きのこと思うとね、行きはやっぱりねだいぶ寄り道取ったでしょう。かなり時間を使いましたけど、帰り割とねスーッと来てますね。本当はこのバルーンタイヤを履いてるから、空気圧をもう気持ちを落とした方がいいんですよね、乗り心地良くなるから。私どうしてもこう長距離の時やっぱりカンカンに入れるって言っても 70PSI ぐらい、これは上限なので、まあそのあたりまでしか入れませんけど、今日はカンカンに入ってるんで、段差乗り越えて結構ガツンガツンくるんですよね。硬い乗り心地になってる、跳ねるそれで。でも転がり抵抗少ないからね、もっぱらそういう風にしてます。1週間で 10PSI ぐらい抜けるかな、見とると大体1週間で70か60ぐらいになってますね。まあ60っていうよりも50ぐらいがいいのかな。低めの方が絶対ボヨンボヨンとしてね乗り心地よくなるんで、まあ暑さの時は本当はそっちがいいんだろうなと思いますけど、あパンクのリスクはどうしてもね空気圧を落としてると出てくるんで、それが嫌なので、まあ常時高めです私は。あーそこにすごいの見えた。うわすげえ、すごいよ、目の前見えます、航路すごいな、おーって感じじゃない、なんかマジで。はああれどんつきだな、どうやって行くんだ、右しかダメだよね多分ね。おーすごいすごいすごい、目の前にドーンと見えますわ。うわこれ下降りんってやばいな。ちょっと線路沿いに行きます、ちょっと戻ります。これ今跨線橋になってたんでね下降りれんかった。どっか左入れるかな、左行かんと。ちょっと胸骨を折りました。これ行けるか、出るな、いや出るなって見かんな、もうちょい向こうまで行ける。とりあえず回る、とりあえず線路沿いに行ってさらに北上します。愛知製鋼か、新日鉄じゃなかった、愛知製鋼でした、失礼しました、適当なんでね。あれ出れんじゃん、出れんじゃん、これどうやって行くの、道ない、あ行けた、よかった、道あった、行けんかなと思ったけどきっとした、でも踏切になっちゃった、もうこれ渡らないからね。うわ駅に止まっとるとおっせえな、あおっせえ早くしろって感じ。お、すごいすごいすごい、動いたよ今、ポイント切り替えってやつ、はい来てほしいね、めっちゃ待たされる、そういうトルちゃん反対側から来たのね、来た来た、やっと来た。愛知スチールの建屋がすごいでかいな、目の前見えるけど、もう電車の時空系って片時空系ですけど、こうやって見るとね信号が通ってないじゃん、すごい剛性出さないからね、あれどうやって出してんだろうね、クソ重たいでしょ、クソ重たいって言って言葉遣い悪いけど、うわほら反対からしちゃった、もう永遠に渡れんのじゃないこれ、入ったな、来た、なんかドキッとするよ、ね、やっぱ電車来るとね、なんでかって言うとやっぱ怖いよね。あーすあーこれ止まらんよな、すごい勢いだ、うわ一言言っていいですか、電車目の前にしてあれぶつかったら絶対死ぬなっていう速度だった、あんな重量物にぶつけられたら間違いなく死ぬね、頭かち割れるわと思いました。本当にそういうね怖さをねひしひしとまじまじと感じました。さあ集落園駅前を通過しております。ちょっとこっち側は歩道がないから怖いな、まあ、割と道路が平滑なのでスーッと走っておりますけど、歩道ある、ちょっとなんか怖いな、でも車両行くか。さあ東海市の荒尾町走行中、名古屋の地元
名古屋に凱旋しようとしております。凱旋ってまあ大げさやなって、ナポレオンじゃあるめえし、だんだんね疲れてくるとわけのわからん話をしだすので気をつけてますけど、気をつけてくださいだね皆さん、疲れてくるとわけのわからん話をしだすので気をつけてください。気をつけるって何を気をつけるんじゃっていう、なんかね足がつりそうな感じがするんですけど、今んとこまだいいな。一応さっき塩分取ったんでかな、やっぱりね塩分失われ、まあ、今まで結構塩持ってかなかったんですよ。で結構汗かくでしょ、長時間走っとると。塩分補給せずに水ばっか飲んどるとやっぱりミネラルバランス崩れて、で神経伝達物質がどのこうのっちゅう、要はあ、さっきこっちから来たな、左から、帰りはこっちから行きます。多分これで縄北の交差点に出ると思われます。お、風鈴がいい音だな。岐阜の混ぜ川とかね、板取川とかね、その辺り行って風鈴の音を聞きながら、アマゴとアユの塩焼きでも食べるっていいね。最近そういうちょっとね、アウトドア系は結構ずっとやったんですよ。もう天然のキャンプも行っとったし、で先日も大学の友人と飲みをしてたんですけど、まあ大学の友人は何人ぐらい、6、7、8人、まあそこのグループは皆さん共通項があってね、やっぱりアウトドア好き、車好き、二輪好き、まあ私だけどね自転車乗ってんの、オートバイ好きっていう、割とそういうね共通項があって、だから割とキャンプ行ったりね、トレッキング行ったりねっていう、まあいろいろやってました。まあ最近なかなかね、まあ皆さんで一緒に行こうともなかなかないし、最近は行ってませんけど、一昨年ぐらいか川に泳ぎに行きましたけどね、おっさんたちで地味に楽しかったですよ私は。アテラ渓谷へねやたらいましたけど、以前アテラ渓谷の上流で泳いだことあるんですが、あまりの水の冷たさに死にそうになりまして、とても使っとれん、心臓麻痺コース真っ白だなと思ってすぐに出ました。まあとにかくね、アテラ渓谷一回自転車で下からキャンプ場まで上がっていって、まあ、動画撮ってないんですけど、マウンテンバイクで上がっていったこと、なぜかって言うと昔はオフロードだったんで、マウンテンバイク持ってったら全部舗装されてたって、でしょうがないからそのまま上がってって上まで、なかなか大変でした。うん、汗だくもいいとこだった。あれね、汗だくでね、あのまま川にドボンやったら気持ちいいだろうなというのがあって、一昨年、ね、おっさんたちで連れ立って行きましたけど、なかなかね気持ちよかったですよ。